イエーイ星チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマンまさきです。今回の動画はショート動画で作品何品か公開したスパイファミリーの2期のエンディングの料理を再現していこうと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。アイスワインは一晩水につけ血抜きをしておきます。アプリコットをコアントローと水、レモンジュースにつけて柔らかく戻しておきます。常温に戻した無塩バターに甜菜糖を加えて混ぜていきます。白っぽくなるまでハンドミキサーで混ぜていきましょう。卵を割ってよく溶いておきます。アーニャのように頭からかぶらないように注意してください。攪拌したバターに卵を少しずつ混ぜていきます。一度に卵を全部入れちゃうとバターが分離しちゃうので注意してください。卵を全部混ぜ終わったら小麦粉とベーキングパウダーを混ぜます。ふるいにかけながら2回ぐらいに分けて混ぜていきましょう。ホイッパーを使わずに粉がダマにならないように混ぜていきます。ケーキ型の下にアプリコットを引き生地を流し入れていきます。この時に生地が膨らむので真ん中をへこませているのがポイントですね。入れ終わったら上にもアプリコットを飾ります。このまま180度のオーブンで30分ほど焼きます。竹口を刺して生地がくっついてこなければ大丈夫ですね。裏火が強すぎてアプリコットが焦げちゃったのでひっくり返してごまかします。それではアイスバインの方を煮ていきます。アイスバインは簡単に言うと豚足ですね。臭み消しのため多めにマジックソルトを振りかけます。さらにオレガノ、タイム、ローリエも入れて水を入れて煮ていきます。玉ねぎ、ニンジン、セロリなどの香味野菜も入れて煮込んでいきます。アクをすくいながら6時間ぐらい煮込みます。このスープは別の料理にも使っていくので多めに作っておきましょう。それではアイスバインを煮ている間にパン作りをしていきましょう。純強力粉、イースト、塩、砂糖を入れて水を入れてこねこねしていきます。さすがにロイドさんたちはまあパン作りからはやってないと思いますけれども、ブルッツェルなんて特殊なパンはなかなか普通のパン屋さんに売ってないですからね。ある程度まとまったらバターを混ぜて練り込んでいきます。最初からバターを入れてしまうと、まあグルテンの形成がなんちゃらかんちゃらって感じですね。まあいい感じにパンが焼けないって感じですよね。まあ僕も詳しい理由はわかんないですけど、まあパン屋さん時代に僕の師匠が言ってました。まとまったら濡れたペーパータオルをかぶせてこたつの中で30分ぐらい発酵させます。それではグーラッシュを作っていきます。ヨルさんのように空中でお肉を切れるわけもなく、地道にお肉を食べやすいサイズに切っていきます。それでは野菜を切っていきます。ここではグーラッシュの分とアイントブフの分、あとシュニッツェルの付き合わせの分を切っていきます。グーラッシュはヨルさんが前に作って成功した南部シチューのようなものですね。アイントブフはポトフになれるもので、ロイドさんたちはスープとして食べているようです。小さく切った野菜はスープ用に、大きめの野菜はグーラッシュ用にしていきます。キャベツはスープ用なので小さく切っていきます。半分はザワークラフト用にと言いたいところですが、面倒くさくて市販のやつ買っちゃいました。じゃがいもはスープ用に小さくしたものと、そのまま圧力蒸気パックに入れて蒸すのを用意します。夜さんのシチューの時の残りのビーツも加えていきます。お肉を焼いて炒め、赤ワインを入れてアルコールを飛ばしていきます。野菜とローリエを入れて炒めていきましょう。トマトペーストを加え、さらに炒めていきます。ここにアイスバインを煮ているブイヨンを入れて、野菜やお肉が柔らかくなるまで煮込んでいきます。では上皮パックで蒸したじゃがいもを裏ごししてクヌーデルを作っていきます。クヌーデルはニョッキみたいなじゃがいも団子ですね。グーラーシュによく添えられています。小麦粉とよく混ぜてお湯で煮ていきます。煮えたら引き上げておきましょう。グーラーシュを仕上げます。サワークリームを溶かし入れて、さらにここにクヌーデルを入れていきます。これでクヌーデルから溶け出したじゃがいもと小麦粉がとろみをつけてくれるって感じですね。それではアイントブフを作っていきます。まあお肉も何も入らないからぶっちゃけただの野菜スープですけどね。オリーブオイルで炒めて
細かく切った野菜を炒め、キャベツを投入していきます。ここにアイスワインを煮ているブイヨンを入れて野菜を煮込んでいきます。野菜から水分と旨味が溶け出してきたら味を調整して完成ですね。一味足らないと思ったら固形コンソメとかそういうやつを足してください。それではシュニッツェルを作っていきます。エンディングでは厚めの豚肉3枚を蜂蜜に漬けていましたが、また買い物がうまくいかなかったので薄切り豚肉ロースを使っていきます。まあこれを3枚重ねていくって感じですね。豚肉にマジックソルトで味をして、小麦粉、卵、パン粉をつけていきます。まあこの辺は普通のとんかつと変わらない感じですね。今回はシュニッツェルですが、このパン粉にチーズを混ぜるとミラノ風カツレツになります。エンディングでは青いレモンを使ってますが、今回は普通のレモンでいきます。これをたっぷりのバターで焼いていきます。まあ、焦がさないように注意しながらですね。焼き色がついたら裏返して、そしてレモンジュースで味付けしていきます。この焦げたバターと一体化させてそのままソースにするって感じです。そのまま盛り付けていきましょう。ドイツのソーセージといえばシャウエッセンですよね。独断と偏見ですが、ビオンさんのレンジでできるフライドポテトを使い、簡単なジャーマンポテトを作っていきます。まあ、ソーセージと一緒にローズマリーを入れて炒めて、ソーセージに火が入ったらこのレンジでチンしたフライドポテトを投入して、マジックソルトで味付けしたらスキレットに移して完成です。それではアイスバインを仕上げていきます。いろんな料理にブイヨンを使ってきたアイスバインにザワークラフトを入れます。このザワークラフトの酸味を全体的になじませて味を整えたら完成ですね。あとは盛り付けるだけです。それではパンの方も仕上げていきます。まあ、生地の方を何等分割にしていろんな種類のパンを作っていきます。生地を細長く伸ばしていき、伸ばした生地を交差してくるりんぱすれば、まあ、プルッツェルの完成ですね。ついでにチョコパンも仕上げていきます。まあ、このまましばらく発酵するために置いておきます。発酵させたらお水に重曹を溶かし入れて沸かしていきます。この中にブルッツェルを入れて30秒ほど茹でていきます。この独特の作り方のせいでパン屋さんで売ってることが少ないって感じですね。これをオーブンで焼けば完成です。スパイファミリーより第2クールエンディングの料理完成です。それではいただきます。乾杯。グーラッシュはさっぱりとしたビーフシチューって感じでなかなか美味しいですね。アイントブフも野菜たっぷりで優しい味付けです。フルッツェルはちょっと固めのパンって感じですね。そしてまあアイスバインは超こってりなのでザワークラフトと一緒に食べてちょうどいい感じです。シュニッツェルはもう間違いない味ですよね。ジャーマンポテトはワインじゃなくてビールが欲しいところです。そういえばオスタニアってドイツっぽいけど、ロイドさんたちビール飲んでる姿ってイメージないですね。そしてこんな食事を続けていたらあのファミリーみんな太っちゃいそうですよね。デザートのケーキも甘すぎずにちょうどいい感じですね。まあちょっと焦がしちゃった分苦いかなって感じがします。結局3日間、まあ、昼夜晩使ってなんとか食べ終えました。今回の研究結果です。今回作った料理はほとんどドイツ料理だったので、オスタニアはドイツがモデルで間違いなさそうです。肉料理が多く、メインが肉料理3品なことから、ロイドさんたちは肉が大好きなんだと思います。一方で夜さんが作るものはまがまがしい魚が刺さることが多いので、肉ばかりのロイドを気遣って魚料理を作ろうと頑張っているんじゃないかなと思われます。おそらくボンドを家族に迎え入れたお祝いのパーティーの食事だと予想します。普段からこれを食べていたらみんな太りそうですが、ムチムチの夜さんちょっと逆にエロそうですよね。最後までご視聴ありがとうございました。今回着用していたエプロンとパーカーですが、一心堂さんでチャンネルのを作っていただけました。まあ本当にリーズナブルな価格でやっていただけたので本当にありがたかったです。これを着てますます頑張っていきますので、応援の方よろしくお願いします。